市民の皆様にお伝えいたします。今コロナの感染が4分の1が園児小学生ということですので、家庭の中で感染対策をするということが大事だということで、今度は高崎市役所としてハンドソープと除菌シートを各家庭にお子様を通じて配ることといたしました。国の調査によりますと、ハンドソープで手を洗いますと残存ウイルスが極度に減るということがはっきりしておりますので、価値があると思っています。感染予防対策としてははっきり効果のある手法だと思いますので、どうぞそういう習慣を身につけていただきたいと思います。これがお配りするハンドソープと除菌シートということですので、手洗いの徹底をよろしくお願いいたします。